私は弱いな。結局私はパトやメリアさんに依存して強くなってた。いや、強くなったと思い込んでただけだったのかな。私が強くなろうって思ったのはパトがきっかけだった。メリアさんがいたから強さの方向性について迷わず歩めた。でもこの二人がいないと私はどうやって前に進んだらいいのかわからない。どう目的を持って動けばいいのか。わからない。それで今は力もないんだもの。とうとう役立たずじゃない。せっか様、結局一人になりたいって言うから一人にしたけど、このままだとダメだよね。私のデスペナルティが終えるのは明日の午前中。もし何も情報がつかめなかったら私は過去に戻る。私が知ってるのは時間を戻しても出来事は変わらない。だけど別にそれでいい。パト君とメリアさんの詳細がわかればいい。生きてるのだから無理に変える必要はない。未来を変えるのではなく、過去を把握する使い方なら私の時間移動もリスクがないんじゃないかなって。でも正直怖い。その行動で起きるリスクが。メリアちゃんがいたらきっと答えをもらえたんだけど。戻りました。ハクさん、今すぐオーラの扱いについてご教授願えますか。あれ、その髪飾りどうしたの。お父さんからお母さんの形見をもらいました。この髪飾りに似合ういい女になれって。だからというわけではありません。ですが前に進もう。私に今できることを目いっぱいやってみようって思いました。もし私のオーラが安定すればパトさんの視界を共有することができるのですよね。ならやりましょう。私に手がかりをつかむ可能性があるなら妥協はしません。その通りだね。最善を尽くさないと自身が求める結果は得られない。それはずっと痛感してきたことなのに。また私は弱気になってた。以前に何度も過去をやり直そうとしたんだ。その時のことを思い出せばメリアさんがいなくたってリスクは回避できる。今は私にできる最善を尽くそう。止まってたらいつまで経ってもパト君やメリアさんは帰ってこないよ。それじゃあ訓練場に行こう。その前にセッカ様に声だけかけてくるから。はい、お待ちしておりますね。セッカ様、今から私とことかちゃんの二人で訓練場に行きます。気が向いたらぜひ来てください。そう、私は少ししたらまた出かけるわ。無力なりに悪あがきはしていたいの。黙って座ってるのはやっぱり性に合ってないわ。気をつけてくださいね。物騒なのは変わりないのですから。それにしても声が明るいわね。何かいいことでもあった？ことかちゃんに希望をもらいました。私は明日力が戻る。でも今だってことかちゃんにオーラを教えてパト君を見つける術を見出せる方法がある。だからまだ挫折したり臆病になるのは早すぎるって思ったの。それもそうね。まだ死んだわけでもあるまいし、たかだかいなくなった程度だものね。あがかない理由なんてないわね。ちょっと街歩いてくるわ。経験上、大きな騒動があった数日の間は普段その場にはいないような人がいる。状況と環境が動いてる時だからね。問題があったらすぐ連絡してくださいね。期間程度なら即没頭で串刺しにしてやるわ。さて、変化があるとすれば空港かしらね。防衛軍ですら空港を使う。なら少なくともパトや他の怪しい連中だって空港を使う。行ってみる価値はあるわね。東野のところのガキ、木刀持って出てきやがったぞ。どんな教育をしたらあんな銃刀法違反の悪ガキができるんだ。霊下に似たのか。あいつも若い頃何度も警察の世話になったからな。ずっと剣持ってるわ。切れるとすぐ剣出すわ。で俺よりもクソガキだったからな。仕方がねえ。パトに協力してもらった以上俺もあいつらの事情について協力するのが筋だ。チェーンをつけさせるか。ジャンチクルビューティー。常にお色気ムンムンで本気っぽんなチェーンだけど。何電話にかけた覚えはねえぞ。名前しか合ってねえじゃねえかよ。お前今暇だろ。いや仕事あってもどうせ部下に丸投げで何もしてねえだろ。別に任務やるからそっちやれ。今日チェーンちゃんは有給使ってるのでした。仕事にすら行ってません。てめえ、また事後報告か。休みは事前に連絡しろって言っただろうが、研究するぞ。ピーチクパーチクうっさいな。私の休み一つくらいで人類滅亡するわけでもあるまいし。はいはい、わかったよ。指揮せっかに同行すればいいんでしょ。それで、いつまで金魚の糞みたいにくっついてたらいいのさ。はぁ、指揮せっかが納得するまで。それ最悪ずっと休みなしじゃん。とうとう本性表したな。老気に作ってやる。法廷で白鵬の貯金奪うからね。覚悟しな。とりあえずこれでよし。危なっかしいお前のところの女守ってやるんだから感謝しろよ、パト。ダメだね。現地の壊れた映像を復元したら何かしらヒントを得れると思ったんだけど。全然お兄の情報はなし。本当私の力は肝心なところで使えないよ。まったく。お兄が日本で大規模犯罪を犯したって国際ニュースを聞いた時はまさかって思ったけど。全然ダメ。犯人という証拠もなければ、無実という証拠もない。あるのは事件発生前に遺体が発見されているのと同時にお兄が別の場所で目撃されていること。はぁ、やっぱりあの時嫌な予感してたんだよ。お兄のくせにどこか覚悟を決めたような顔してたからさ。してたっけ？いつもあんな顔だった気がする。とりあえず絶対お兄は何か企んでる。絶対に死んでないしどこかに潜んでる。お兄の性格の悪さは私が一番
番よく知ってるもん。うわ、ここに来る間にまさかそんなテンプレみたいなって思ってたけど、本当に変なやついたわ。さすが東京、東京来た時も港に行ったら密売してたし、セオリーに忠実ね。次居酒屋とかに行ったら情報通のおっさんとかいそうね。外で VR って、よほどゲームが好きなのか、現実逃避がしたいのか。とりあえず声をかけるって決めたわけだし。ちょっとお聞きしたいのですが。VR ゴーグルをつけてる人を、ちょっとお聞きしたいのですが。私に言ってますか。お取り込みのところごめんなさい。ちょっと聞きたいことがあるのですが。聞きせっか。さんですね。あれ、私のことを知ってるのですか。イージーですね。今年度 WCDT 初出場でベスト8、準々決勝も父親である式東也を追い詰める活躍を見せた次世代で期待されている新勢力の一人。へえ、私結構有名人なんだ。まさか私のファンとか。いえ、どちらかといえばソフィア選手のファンですね。彼女の頭脳は私すらも上回る。ぜひお話を聞いてみたいところです。ソフィアちゃんか。ちなみに私とソフィアちゃん普段から一緒にいるけど。そうですね。その情報を得るのも容易でした。あなた方が所属するメンバー全員興味深いですからね。それで、聞きたいこととは何だったのでしょうか。あ、ごめん。認知されててちょっとテンション上がっちゃったわ。今回東京で起きた大規模事件、その犯人の一人であるファルドラ、ニートロフについて情報、もしくは今回の事件について何か関係しそうなことを知っているかどうか。報道ではファルドラは死んだとされている。だけど私はそう思わない。生きている確率が非常に高いと思ってる。これを眉唾だと思うのならこれ以上聞くことはない。だけどもし生きている説に納得できる、何かしらの心当たりがあるなら情報が欲しい。あの事件の最前線で私の大事な人が行方不明になってるの。それに関してファルドラの情報は不可欠だと思ってる。あなたは今ファルドラを追っている。その認識で間違いない。というよりそう考えて動かないと解決に進めないのよ。わからないなら嘲笑ってくれてもいいわ。笑わないよ。教えて、あなたはそのファルドラを見つけてどうするつもり。どうもしないわ。私の探している人の情報が手に入るなら好きに生きたらいいと思うわ。別にファルドラに特別悪意があるわけじゃないし。なんで、相手は極悪犯だよ。なのになんでそう思えるの。当人含めその身内とか疎ましいって思わないの。どうだろう。正直言うとそこまで意識が向いていないっていうのが本音ね。今回の首謀者二人がどうこう、世間や経済、東京の状況、被害者とか以前に私は自分の大事な人の安否が気になる。私の仲間が他の視点から情報を集めてる。私ができることはファルドラについての情報、もしくはあの事件でどこかしらで異変、動きがなかったか、それらを調べるしかないの。もしあなたが私を理解できないと思うなら別にそれでいい。ただ私は自分の大事な人を見つけたい。そのヒントを得たい。それだけだから。多分この人が言ってるのはパト選手のことだろう。調べてて偶然分かっただけで彼も行方不明になっていた。そうか、この人も私と同じなんだ。私の場合そのファルドラを探している。でもお兄はパトを行方不明の原因にした。家族として申し訳ない。本当に協力したい。だけどきっと、この人はああ言っても私のことをきっと許さない。私もそんな憎悪の感情を受け止める自信がない。ここにも防衛軍用の偽名名義できてる。この人とは距離を置こう。その代わり私がお兄の罪を償うよ。ごめんなさい。でももし何かしらの情報がわかれば連絡するから連絡先と行方不明の人の名前を教えてもらう。ああ、フィロンちゃん。フィロンも仕事でここまで来たの。バカ兄貴のせいで苦労するね。何かあったらいいなよ。私がちゃんとフィロンを守ってあげるから。こういう時なぜかウジ虫のように湧くからね。ヤジ馬だったりマスゴミだったり週刊誌だったりが罪とは関係ない身内を狙うやつだね。ならお前らも罪を犯してないのかって話だよな。ああいうやつらは口だけで自分のことをよく棚上げしてるから気にすんな。はあ、もう全部台無し。数日ぶりだね。元気、白鵬から話は聞いたよ。パト選手を探してるんだよね。手伝えって言われたからしっかりチェーンちゃんがついていくよ。それはすごくありがたいんだけど。その子は、この子はフィロンだよ。あのバカファルドラの妹で防衛軍第4部隊所属。情報分野で超優秀だから重宝してるって話。いつか第1部隊に引き抜く予定だからね。あげないよ。ああ、全部言っちゃうんだ。シェイン先輩は。大丈夫。セッカは強いから。それにフィロンを守る味方だし。なんだったらフィロンの目的と同時進行で調査できそうだしいいと思うよ。彼女は私が保証する。安心していいよ。喧嘩になったら私がフィロンの味方になるからさ。セッカもそれでいいよね。全然問題ないどころか、言いにくかったとはいえ同じ目的なら言ってくれればよかったのに。責めるなんてとんでもない。むしろシェーンさんと同じで大変だなって思うくらいだわ。私もしっかりフィロンさんをフォローしますのでぜひその情報の力を貸してください。よし、楽しいメンバーになりそうだね。
聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。